道南の八雲町でトラックとバスが衝突し、5人が死亡した事故から今日で1ヶ月です。事故が起きた現場では、小学生らが交通安全を呼び掛けました。し八雲町野田老井の国道5号線では、事故から1ヶ月が経つのに合わせ、岩村勝則町長や地元の小学生らが通行するドライバーに旗の波でスピードダウンを呼び掛けました。 先月18日の事故では養豚会社のトラックと都市間高速バスが衝突しバスの乗客と双方の運転手合わせて5人が死亡しました警察はトラックの運転手が運転操作を誤り対向車線にはみ出してバスと衝突したとみてトラックの男性運転手を過失運転致死傷の疑いで容疑者死亡のまま書類送検する方針で捜査を続けています